していただき、アラームをシャッター音など音が鳴らない設定にしていただきますようよろしくお願いいたします。また貴重品は各自自己管理の上よろしくお願いいたします。それでは2018年7月29日市の十字架クリスチャンセンター東京アントケ教会主日第二礼拝を始めていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。お一人お一人をこの第二礼拝に集めてくださり、共にこの場で礼拝できる恵みをありがとうございます。さらに私たちが礼と誠をもってあなたを礼拝し褒めたたえることができますよう助け導いてください。またお一人お一人にあなたの恵み祝福をお与えください。お願いします。はじめにあたり感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでははじめに賛美を持って主を褒めたたえてまいりましょう。皆さんおはようございます。それでは、共に、立ちにお立ちになって心から称賛美してまいりたいと思います。でも闇を切り裂く神の言葉、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。暗闇の力があっても、闇を切り裂く神の言葉、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。喜びの声を上げよう、主はすでに勝利を取られたから。賛美と栄光を捧げ、褒める歌を歌います。喜びの声を上げよう、主はすでに勝利を取られたから。賛美と栄光を捧げ、褒める歌を歌います。褒める歌を、褒める歌を歌います。ハレルヤ、主の心から歌います。今ゼロから
誰も通らなかった道をこう安全に導かれていくと、この語られていたこの言葉のこの成就、そのこう誰も通らなかった道を歩む歩みがさらに本格的にこの導かれていくと主は言われます。私に聞き、この私に従い、その道を進んでいきなさいと主は言われます。この従う歩みの中で、私は私の栄光を大きく表していこうと主は言われます。語られている事柄においては忠実に一歩一歩進めていきなさいと主は語られます。私は国内において、また海外においてあなた方を使わし、また私のものとしてこの用いていくと主は語られます。語られた約束の言葉を信仰を持って告白していきなさいと主はおっしゃられます。この受けたと信じる信仰を持ってこの告白していく中で、主はその信仰を祝福され、確かに約束の言葉の成就というのを明確にこの今年度表していくと主はおっしゃられます。それでは脈拍主の前に賛美を捧げてまいりましょう。主の御前に喜び集い、すべてを主の御手に委ね、礼拝します。
する天の父神様、あなたの皆を心からまたたえます。この賛美の時はありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。さらに続く礼拝、主が導いてください。感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それではしばらく、それではしばらくの間お祈りの時を持って参りたいと思います。共に主の前に静まって、主との交わりの時、お祈りの時を持って参りましょう。お祈りをそこまでにしていただきまして、再び賛美をしてまいりましょう。それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。初めての方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、心の天になるごとく地にもなせすたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らを罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではパウル秋元牧師に導いていただきまして、聖餐式を行いたいと思います。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。
この教会ではどこの教会の方でもイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。またインターネットで礼拝に参加されておられる方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々はぜひこの式に加わってください。インターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の父様、このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。私たち一人一人のうちに御川とんちの恵みを表してください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。それではしばらくお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。イエスはパンを取り、祝福した後これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体です。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血がいた。それではお願いします。Thank you.
天の様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは感謝の献金の時を持ってまいりたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ献金の時を持ってまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられましたものの一部をあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれらを清め、御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人のうちに豊かに祝福をお与えください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所はヘブル人への手紙11章8から10節になります。新改訳聖書第3版のお持ちの方は438ページになります。それではお読みいたします。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこへ行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。本日はこの箇所を通して特別賛美、またしばらく賛美の後にパウロ秋元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。